先ほどディフェンス陣の奮闘によりまして滝川高校が攻撃権を得た形になっております。滝川高校相手陣43ヤードからファーストダウン10。パス不成功。まず滝川はここはまずパスプレーから入りました。クォーターバック10番右に展開したワイドレシーバー2番へのパスでしたが、しかしこのパス合わずパス不成功となっています。ダウン一つ進んでセカンドダウンに変わります。滝川高校相手陣43ヤードからセカンドダウン10。2回目の攻撃、攻撃権更新、必要距離は10ヤードを突破なるでしょうか。ナイスアンファーストラインアップ9番、ここでハンドオフから左オープンに展開。相手ディフェンスの隙間を味方ブロック陣に活かして大きく展開しまして、左オープンにビッグゲイン果たし攻撃権更新としています。三打小運管、失礼しました、滝川高校ファースター。ランニングバック9番は西、滝川中学校出身の2回生です。現在負傷者が発生していますのでレフリータイムアウトが取られています。試合再開となります。滝川高校相手陣19ヤードからファーストダウン10。ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。オフェンスチームは揃ってスタートしなければいけません。5ヤード抜体となりましてファーストダウンやり直しという形になります。滝川高校ファーストダウン15、ボールオンは相手陣24ヤード3打勝運かナイスディフェンス。ここでランプレーを展開しようとしました滝川高校、しかしそれを読んで三打勝運管63番がブリッツをかけまして、このランプレーロスに変えています。素晴らしい対応しました三打勝運管65番は山口、ユリノキアイ中学校出身の2回生です。滝川高校セカンドダウン19。ここをランプレーを展開しようとしましたが、ランニングバック9番スリップ倒れた時点でプレー終了となります。3ヤードロスに変わりました。ここでホイッスル。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが入ります。
双方ともに白熱した展開に、ともに負傷が出てくるような状態になっておりますが、その熱意は非常に健闘をたたえるものがあると思います。しかし三田松雲館は人数的にも非常に厳しい状況ですので、試合を果たして完遂できるか、その点においても若干心配は残ります。しかしそれを感じさせない素晴らしい戦いも見せております。さあ試合再開となります。滝川高校相手陣32ヤードからサーダウン22。さあ非常にロングなシチュエーション、どのようなプレーを持ってくるでしょうか。さあここでランプレーを投入した。なにわ9番ハンドオフを受けて左オープン展開を図りましたが、しかし攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンと変わります。さあ滝川ここはフォースダウンイレブンの状況になりましたが、ここでタイムアウトを取ります。失礼しました、タイムアウトを取りましたのは三田松雲館高校です。三田松雲館前半2回目のタイムアウトを取りました。厳しい状況ですが三田松雲館ディフェンス陣奮闘しております。滝川高校の攻撃をフォースダウンに追い込みました。さあしかし滝川高校も攻撃得点を得やすい相手陣20ヤードの位置になります。ここでどのようなプレーを選択するでしょうか。さあ両チームフィールドに戻りましてフォースダウンのプレー再開です。滝川高校フォースダウンイレブン。さあどのようなフォーメーションを取るか、プレーを選択します。さあタッチダウンを狙いに行くフォースダウンギャンブル、11ヤード前進したいと攻撃権を失いますが、このワンプレーどのような選択肢になるでしょうか。さあランプレーでいった。しかし10ヤード前進ならず、4回目の攻撃失敗となりました。攻守交代です。三田松雲館に攻撃権変わります。ここで滝川高校は最も本日好調なランニング枠9番のランプレーに託しました。期待に応えんと9番タックル受けながらセカンドへほどで粘りましたが、三田松雲館これを見事に食い止めまして、フォースダウンギャンブル失敗、攻守交代となります。さあここで三田松雲館高校メンバーによる背番メンバーの背番号変更が行われます。15番で登録しておりました松下、ここで背番号77番に変更しております。現在その変更のために一旦レフェリーによるタイムアウトが取られています。オフェンスチームは少なくともオフェンスラインマンに50番から79番の
背番号をつけた選手が最低5名いなければいけません。このルールのためにここで背番号変更を行います。さあ、松下選手の背番号変更と、完了しまして、まもなく試合開始と再開という形になります。三打昇雲館自陣15ヤードからファーストダウン10。さあ、まず中央へのランプレーだが、これは滝川高校ディフェンス陣佐藤、むしろ相手を押し返す形で2ヤードロスに変えています。三打昇雲館自陣14ヤードの位置に変わりまして、セカンドダウン12。さあ、再びランプ、しかしこれも滝川ナイスディフェンス。なにわく21番タクシー左オープン突破を図りましたが、これは滝川高校18番がチャージしまして約2ヤードロスを奪っています。素晴らしい対応しましたのは滝川高校18番のプレイヤー田尻、大池高校出身の2回生。失礼しました、大池中学校出身の2回生です。失礼いたしました。3打昇雲館サーダウン14。今度はクォーターバック1番自らの総力で突破を図りましたが、これも滝川高校ディフェンス陣に殺到し2ヤードロスに変えています。三田昇雲館陣営厳しい状況で、これをなんとかランによって突破しようとしましたが、これは滝川高校のディフェンス陣に見破られまして大きく後退する形になっています。三田昇雲館エンドゾーンに入った位置ですが、フォースダウンでパントフォーメーションを取ります。パントはキックによる陣地挽回を図るプレーです。攻撃権を失いますが、それによりこの状況を脱しようという判断です。ここで3打昇雲館が再び、タイムアウトを取ります。審判のコールは2回目ということですが、3打昇雲館がここでタイムアウトを取りました。
さあこのタイムアウトで状況を一旦取り返す形になります。三田松雲館試合再開となります。三田松雲館フォースダウンロングでパントフォーメーション。このパントは三田松雲館陣、三田松雲館陣34ヤード付近で外へ出まして攻守交代となります。ここでウォーターブレイクとなります。非常に序盤から緊迫した状況が続いております両チームの戦いですが、ここに来まして負傷者が多く出ている点が人数少ない三田松雲館にやや影を落としつつあるように感じます。しかしまだ踏ん張っております。その踏ん張りが相手の隙をついて状況をさらに打開図るビッグプレーが生まれるかもしれません。その攻防現在膠着状態にありますが、その試合がまもなく試合再開です。攻撃権変わりまして今度は滝川高校の攻撃、滝川高校相手陣34ヤードからの攻撃となります。滝川高校ファーストダウン10、ファーストここでランニングバック11番にボールを託しました。11番相手の隙間を抜けて一気に中央突破、切り裂くように大きく中心中央を切り込みまして攻撃権更新です。滝川高校ファースト、素晴らしいランしましたランニングバック11番は福永、滝川中学校出身の1回生です。ここで負傷者発生しておりますのでレフェリータイムアウトが入ります。さあ試合再開です。滝川高校相手陣15ヤードからファーストダウン10、再び11番のランプレー、今度は左オフタックルを抜けまして左オープン展開、約3ヤードのゲインです。ゲイン4ヤードに訂正します。滝川高校相手陣11ヤードからセカンドダウン6、ここは三打者運搬ナイスです。ランプレー続ける滝川高校、しかしこれを見計らい三打者運搬77番がチャージしまして約5ヤードロス。素晴らしいロスタックルを奪いましたのは三打者運搬77番、見事なタックルでした。滝川高校サーダウン11、さあこの攻防どうなるか。三打者運搬ナイスです。
ランプレーによる突破を図りました滝川高校。しかしこれを三打将軍間65番見事に対応しまして2ヤードロスに変えました。65番山口ゆりやき大中学校出身の2回生フォースさんとなります。ここでホイッスル。ここでタイムアウト。滝川高校は取りました。滝川高校先ほど途中で取りましたタイムアウトは一つは滝川高校だったようです。前半2回目のタイムアウトです。これより双方ともタイムアウト残り1回となっております。滝川高校この優位な位置に得点を挙げんと押し込んでおりましたが、しかし三大将軍間ここで素晴らしいディフェンス陣に粘りを見せております。滝川高校の攻撃をフォースランに追い込んでいる状況。さあここで滝川はどのような選択肢をするか。滝川高校フォーメーションを変えます。フィールドゴールトライキックによる3点を狙います。キックレングスは35ヤード、キッカー0番のギャンディが務めます。キック不成功、キック失敗となりました。滝川高校フィードゴール失敗により無得点となりました。攻守交代となります。キック距離は十分でしたがわずかにコースがそれました。さあ結果的にはこの攻撃を封じることに成功しました三田将軍館。この攻撃シリーズどのように生かすでしょうか。ボールオン自陣20ヤードからの反撃に入ります。三田将軍館自陣20ヤードからファーストダウン10。これは滝川高校がナイスディフェンス。まずランプレーから入ろうとしました三田将軍館。しかしディフェンスラインが素晴らしいスタートでこのプレーを阻止しました。見事なダッシュでこのプレーを止めましたのは滝川高校53番の池野、伊吹台中学校出身の2回生チームキャプテンです。三田将軍館自陣18ヤードからセカンドダウン12。今度はモーランプレーで展開を図ります。三田将軍館キャリア21番ディフェンスの隙間を縫うようにゲインしまして約5ヤードのゲイン。厳しい状況に徐々になりつつあります三田将軍館ですが21番の日浦素晴らしいランプレーを続けております。長坂中学校出身の2回生です。三田将軍館サーダウン失礼しました、サーダウン6です。6ヤードのゲインに停戦します。三田将軍館サーダウン6。さあ、まだ行くぞ。前が空いている。タッチダウン。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。さあ、このイエローフラッグは果たしてどちらのチームにあったでしょうか。
プレー中の反則です。背後からの不正なブロック、オフェンスチームの反則です。ブロックは相手選手の後ろから行ってはいけません。この反則による危険な行為として10ヤードの罰則になります。反則がありまして地点でボールがプレーが止まった形になり、ここから10ヤード抜退する形になります。タッチダウンは無効となりましたが、しかし見事なランによって大きく相手陣に入りました。三田翔雲館、さあ有利な形を取りまして、三田翔雲館相手陣32ヤードからの攻撃という形で試合再開となります。しかし前半残り時間31秒、果たしてどのようなプレーを行うでしょうか。三田翔雲館相手陣32ヤードからファーストダウン10。さあランプレーで入りましたが、しかしイエローフラッグ、反則が発生しています。ここで複数の反則がありましたでしょうか。イエローフラッグがもう一つ落ちています。この判定待ちましょう。先ほどのプレー3つの反則がありました。まずプレー開始前に、開始スタートと同時にディフェンスチームのオフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入したという反則です。しかしこの時オフェンスチームにもイリーガルフォーメーション、最前列以外バックスに5人いるという不正な体系でプレーを行いました。これによりまして双方ともの反則がありましたが、お互いにこの反則はオフセット、打ち消し合って無効となります。しかしこのプレーの終了後にディフェンスチームにアンスポーツマンライフコンダクト、スポーツマンらしくない反則がありました。この反則は有効という形になりますので、結果的に15ヤードの抜退、残り距離が半分、ありませんので、その半分の距離を失う形で施行されまして、大きく前進し、三田翔雲館は大きく前進してファーストダウンという形になります。失礼しました。相手陣32ヤードですので、反則の施行距離は15ヤードとなります。さあ相手陣17ヤードからの攻撃に入ります。三田翔雲館ファーストダウン10。前半残り時間は23秒、時計回ります。パス不成功。ここでクォーターバック1番ワイドレシーバー01にパスを投じましたが、これは滝川高校のディフェンスをカバーしており、パス不成功となっています。三田翔雲館セカンドダウンに変わります。前半残り時間は13秒、三田翔雲館相手陣17ヤードからセカンドダウン10。
ンプレーでいった、原因はしている。ここで三田将軍館が最後のタイムアウトを使いました。残り時間3秒で得点は止まっております。ここで最も期待できるランプレー、ランニングバック21番の日浦のランにかけました。ゲインはしましたが、しかしプレーは止められます。ランプレーですと時計が回り続けるため、ここでタイムアウトを取りまして、三田将軍館最後のタイムアウトを使いました。さあ残り時間3秒、ラストプレーになるでしょうか、前半のラストになるでしょうか。三田将軍館サーダウン4、フォーメーションはフィールドゴール、キックによる3点を狙うフォーメーションを取りました。キックレングスは28ヤードでしょうか。さあ試合再開です。サーダウン4、さあどうか、キック成功、3点獲得。見事三田将軍館このキックを決めまして3点追加となりました。三田将軍館高校6点、滝川高校0点。ここで前半の時間がなくなりました。前半終了となりまして、三田将軍館高校タイタンズ6点、滝川高校ブルーインズ0点、三田将軍館が6点リードする形で前半戦終了です。